石管教石環境は、金末から元初にかけて活躍した原曲の作家。号は己最層。生没年は確かでないが、元雑劇の最盛期にあたる、元の大徳年間頃までは生存したと考えられている。13世紀に大徳付近で活躍したとされるが、それ以上の石環境の生涯は定かではない。医術を施しながら原曲制作をしていたと考えられている。 小津笛の6規模では、前赤石名校最人編電気業し者の項目の筆頭に著録されており、名犬王の対話性音符でも作品そのものに関しては必ずしも高く評価しているわけではないが、雑撃の始祖として彼を位置づけている。習徳清中原恩院所では、関環境を死卵に始め、馬知縁、抵抗素と並べて官邸白馬と称している。 この4人は秋代に原曲4大化と称された。石環境に対するネイコン王の評価が異様に低いことに対しては批判がある。塩谷敦氏はネイケン王の評価をあくまで死に対するもので個人の主観に過ぎないと批判している。原曲は死だけでなく構成も重要であり、60種もの原曲を書き、原曲線に八曲も収録されている赤環境こそ、 第一の作者としなければならないとする。王国威も石環境を第一とし、冥県王の評価は、元中央院後に、馬知縁、低高層を持ち上げて、石環境をけなす風潮の影響を受けているもので、妥当ではないとする。1959年、殿管は、石環境が、東芽縁を創作する過程を中心とした劇作、石環境を発表し、 中国青年芸術劇院で上演された。石環境は電気資料がほとんどなく、内容は伝感の創造による創作だが、高い評価を得た。21世紀の今日でも石環境は北京人民芸術劇院などで上演されている。雑劇は60程度の作品名が残されており、脚本が完全な形で現存するものは18種とされる。 演罪を着せられた家父の悲劇を描く、東河縁は原曲作品の中でも代表的な位置を与えられている。また一気な議場、主人公にした、悲劇、救い風人、カウとト露宿の工房を描く、担当会、出家した家父の再婚を描く、暴行帝などが知られている。原曲線に、玉兄弟、斜天皇、救い風人、古町武、露人志郎、金銭地、東河縁、 暴行亭の8編を収録する。元人雑劇30種には、西職務、廃月亭担当会、月ず月の4編を収録する。脈持勘賞後本古今雑劇には、上記以外に、廃旅艦隊、泣き、ありこう、ご公演、陳母救い子、ヒーロー夢、丹むち脱作の6編を収録する。このうちいくつかは、関環境の作かどうか疑問が持たれている。 元人雑劇30種に収める日職無は不完全であり、肺活亭、月か月はセリフが一部分しか載っていない。三曲は70欲尾が残されており、代表作には不服労などがある。ありがとうございます。